ハロステ。今回のお相手はジュースジュースの金沢智子と椿ファクトリーの山岸理子です。ハロステはハロープロジェクトの最新情報やメンバーのちょっとしたパーソナルな部分をお伝えしていく番組ですが、今回は今年の1月から募集していたハロープロジェクトジュースジュース椿ファクトリー合同新メンバーオーディション合格発表スペシャルをお送りします。はい、ついに決まりますね。新メンバーが決定ということで、はい、本当にドキドキですね。そうですね今椿ファクトリーは8人で活動しています。はい、ジュースジュースは7人体制でやらせていただいているんですけれども、うん、どれぐらいになるんですかね。なんか大々的なオーディションをしてからのこういう新メンバー加入っていうのは初めてのことなので、なんかすごくワクワクしますね。ドキドキワクワクしながら結果を私たちも待っていたんですけれども、はい、そうですね、ついに決まったということで、はい、これからね一緒に見ていただけたらなと思います。今回はオーディション参加者に最終審査としてスタジオに来てもらい、そこでサプライズ合格発表を行いました。それではまずは椿ファクトリーの合格発表からご覧ください。どうぞ。私が発表する係なんですけど、係というかリーダーなので発表するんですけど、こういうの初めてで、なんか歴代の、ね、リーダーの皆さんがこういう新メンバーに発表してきたのを、まあ、動画とかで見てきたりはしてたんですけど、まさか自分がやるとなったらめちゃめちゃ緊張してます。頑張ります。失礼します。おはようございます。はじめまして。私は山梨県出身、高校3年生、17歳の笠井優美です。椿ファクトリーのメンバーになれたら、可愛いパフォーマンスができるようになりたいです。一緒に可愛らしいパフォーマンスをしましょう。最終オーディションまで勝ち抜いた笠井優美さん、おめでとうございます。新メンバーの一員として、これから一緒に頑張っていきましょう。おめでとうございます。ありがとうございますどうですか今の気持ちは。なんか最終審査って言われて、うん、合格するって思ってなくて、最後の最後までドキドキが止まらなかったんですけど、うん、すごい嬉しいですこれから一緒に頑張っていこうね。はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。愛知県出身、17歳、高校3年生、八木しおりです。私がもし椿ファクトリーになれたら、まずは実力、表現力ともに先輩方に追いついて、いつかはハロープロジェクト全体をスキルで引っ張っていけるような、そんな存在になりたいです。それでは私たちと一緒にスキルを磨いていきましょう。最終オーディションまで勝ち抜いた八木しおりさん、おめでとうございます新メンバーの一員としてこれから一緒に頑張りましょう。おめでとうございます。ありがとうございますどうですか今の気持ちは。信じられなくてそうだよね、すごく嬉しいまずはあの椿ファクトリーさんに入ることができてすごく嬉しいのと、あとはなんか今の状況が本当に信じられなくてオーディションを応募するにあたって背中を押してくれた家族や先生方や友達に感謝を伝えたいです。失礼します。
はじめまして、長崎県から来ました16歳福田真凛です。もし椿ファクトリーさんに入ることができたら、メンバーさんが私より年上の方なので、その迫力のあるパフォーマンスに負けないように頑張りたいと思います。え、私たちと一緒にステージでパフォーマンスをしましょう。最終オーディションまで勝ち抜いた福田真凛さん、おめでとうございます。新メンバーの一員としてこれから一緒に頑張りましょう。本当ですか？おめでとうございます。ありがとうございます。ね、今の気持ちはどうですか？すごく椿ファクトリーさんにこう憧れを持っていたので、すごい一緒にパフォーマンスできることが嬉しいです。ありがとうございます。いやいや、ね、さっき大人っぽいってなんか、ね、言ってくれてたけど、はい、ね、マリンちゃんの個性もどんどん出していってほしいなと思います。ありがとうございます。ハロプロ研修生、中学2年生、13歳のヨフルノです。ハロープロジェクトドリーム、ハロドリ。ヨフルノさん、あなたが椿ファクトリーの新メンバーに決定しました。おめでとうございます。ね、これから椿ファクトリーとして活動してもらうんだけど、今の気持ちはどうですか、はい、ルノちゃん。まさかこんなサプライズとは全然わかんなくて、うん、すごいびっくりしました。そうだよ ね、びっくりするよね。はい、ね、なんかこれからね、椿ファクトリーとしてなんか叶えたい夢とかなんかありますか？夢、デビューすることにすごい憧れてたので、うん、すごい今すごい嬉しいし、うん、だけどこれからたくさんもっと成長して、うん、自分がなりたいアイドルになりたいと思います。じゃあね、その夢を一緒に叶えましょう。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで椿ファクトリーの合格発表の様子をご覧いただきました。私もとても緊張しまして、なんか噛まずに言えるかとかそういう不安もあったんですけれども、無事お伝えできてよかったなと思います。いや、本当に責任重大だったと思います。いや、本当に山岸さんももちろんですけれども、うん、こう合格発表されるそれぞれの子たちも、うんうん、本当に緊張してるんだろうなっていう様子が伝わってきて、伝わってきましたね。まあ、まさか、ね、合格発表があるなんて思ってもなかっただろうと思うので、うんうん、その新鮮なリアクションにこちらもなんかこうドキドキしながら手に汗握る感じで見させていただきました。ありがとうございました。続いてはジュースジュースの合格発表の様子をご覧ください。どうぞ。うわ、どうしよう、向こうはまだ知らないんですもんね。キャー、そんな責任重大だよ。大丈夫かな、私頑張ろう。私は千葉県出身、15歳、高校1年生の入江梨沙です。自分がジュースジュースのメンバーになれたら、歌やダンスをたくさん練習してジュースジュースさんの中にいても悪目立ちしないように頑張りたいです。はい、ジュースジュースリーダー金沢智子です。はい、最終オーディションまで勝ち抜いた入江梨沙さん。あなたがジュースジュースの新メンバーに決定しました。合格おめでとうございます。どうですか、今の気持ちは。びっくりしてて。そうだよね、そうだよね。
いやでも15歳、はい、ということで私とは10個ぐらい違うのかなっていう感じなので、ちょっとお話とかもどんな感じで噛み合っていくのかわからないんですけど、そんなところも含めてこれから一緒に活動していけるのを楽しみにしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごく可愛いです。なんかびっくりしてます。これからたくさん練習して頑張りたいです。ハロプロ研修生、大阪府出身17歳の有沢一華です。応援よろしくお願いします。ハロープロジェクトドリーム、ハロドリ。こんにちは、ジュースジュースリーダー金沢智子です。ハロプロ研修生の、はい、有沢一華さん、はい、あなたがジュースジュースの新メンバーに決定しました。おめでとうございます。そうなんですよ、ジュースジュースの新メンバーです。本当ですか？本当です。はい、これから一緒にね、同じグループで活動していくことになると思うので、ちょっといちかちゃんの良さをね、もっともっと引き出せるように私も頑張っていきたいなと思います。いろんな表情をこれからも見せてください。楽しみにしてます。おめでとうございます。ありがとうございます。本当ですか？嘘。ずっとハロープロジェクトさんが大好きだったので、なんか嬉しいです。私もたくさんの方に、私がその元気をいただいてた分をお返しできるように頑張りたいです。ハロプロ研修生、京都府出身、中学3年生、14歳、江畑咲です。応援よろしくお願いします。ハロープロジェクトドリーム、ハロドリ。おはようございます。ジュースジュースのリーダー、金沢智子です。ハロプロ研修生の江畑咲さん、はい、あなたがジュースジュースの新メンバーに決定しました。おめでとう。ありがとうございます。いやー、どうですか今の気持ちは？オーディションが始まる時から、ジュースジュースさんに入りたいって思っていたので。本当に嬉しいです。いやー、私も嬉しい。そんな入りたいなんて言ってもらえるグループだってことにね、今すごく自分でも喜びを感じてます。ちょっとね、これからジュースジュースのメンバーとして一緒に活動していくことになると思うので、末永くよろしくお願いします。よろしくお願いします。あー、楽しみだ。まさか自分がジュースジュースさんに入れると思っていなくて、家でもずっとジュースジュースさんのライブ映像とかも見てかっこいいなって思っていたので、自分も次からはその憧れていた先輩方とステージに立つことができるので、自分の全力を尽くして頑張りたいと思います。ありがとうございます。ということで、ハロープロジェクト、ジュースジュース、椿ファクトリー合同新メンバーオーディション合格者が決定しました。ジュースジュースへは入江梨沙、ハロプロ研修生から有沢一華、江畑咲の3名が加入することが決定しました。椿ファクトリーへは笠井優美、八木しおり、
福田真凛、ハロプロ研修生からヨフルノ、以上4名の加入が決定しました。はい、いや合格発表本当にする側もドキドキでしたよね。そうですね、私は初めてこういう風なサプライズ発表をしたんですけれども、いつもサプライズ発表といえば椿ファクトリーは清水咲さんがいつもそばにいてくださってるので、はい、やっぱり今回は一人で私から発表するとなると、まあ、そういう部分でもすごく不安がありましたね。やっぱり緊張も、ね、はい、ありました。いやこういう形でオーディションを開催すること自体が初めてだったので、うん、ジュースジュースとしてもこうリーダーとしてどんなコメントをしてあげたらいいのかっていうのがすごく難しくて、うん、それこそやっぱり合格発表があるなんて思ってなかった子たちなので、うん、こう思ってるようにリアクションがそんなに返ってこなかったりするじゃないですか。そうですね、やっぱり緊張するとやっぱり思うように表情とかも出ませんもんね。話せなかったりするので、うん、そこをこうなんとか会話してあげようっていうのがすごく難しかったんですけれども、うん、改めて嬉しいなと今映像を見ながら思いました、うん、いやなんかこうそれぞれ結構個性豊かなメンバーが揃っている感じがして、そうですね、うん、やっぱりなんか椿ファクトリーの新メンバーをざっと見ると、はい、結構なんかお上品で清楚な感じが伝わってきますね、うん、可愛らしい雰囲気の子たちが多いなと思いましたし、うん、そうですね、あとは出身地とかも結構バラバラでしたよね。そうなんですよ、うん、長崎の子もいたりしていろいろな出身地でまた楽しみが増えたなと思います。そうですね、うん、本当にそういう地元でのねコンサートとかこれから開催できるようになったらなとか、うん、ね、いろんな夢も膨らむなと思いますし、ジュースジュースは結構関西の子が多くて、うん、大阪、うん、京都、まあ、一人は千葉なんですけど、はい、なので これからそういった子たちとのコミュニケーションどうやってたくさん取れるかなっていうところの楽屋とかもすごく賑やかになりそうですね人数がまずだいぶ増えますからね、うん、そうですね。だってで椿ファクトリーは合計で12人になりましたね。わー、ジュースジュースが10人なので、うん、それぞれやっぱり2桁って結構じゃないですか、うん、初めてですね。実はジュースジュースもですね、椿ファクトリーもですね、すでに新メンバーと合流しております。そうなんです。初顔合わせの時の様子をご覧ください。それでは椿ファクトリーの新メンバーを紹介したいと思います。あ、来ちゃうの？もう来るの？どうぞー。人の声が あ、ごめんなさい。どうぞ。失礼します。見えない。ゆめちゃん、見えない。こんにちは。山梨県出身、高校3年生、17歳の笠井由美です。よろしくお願いします。かわいい。ゆうみちゃん、ゆうみちゃん、かわいい名前、はい、ね、高校3年生で、はい、なんか質問とかある？いっぱいある。なんかいっぱいあるよね。部活とかやってたりする。あ、チアダンス部。いいのか。得意なんじゃない？ゆうみちゃんはクリスマスに一緒にプレゼント交換してくれますか？ぜひしたいです。一緒にしようね。したいです。好きな先輩とかいるのかな、ハロープロジェクトの中に。好きな先輩、あの鈴木愛理さん好きです。そうなんだ。私も好き。私も好き。鈴木愛理さん。鈴木愛理さん普段なんて呼ばれてるんですか？確かに、ゆうみと、うん、あの私名字が笠井なんですけど、笠井とか、笠井なんか結構フルネームで呼ばれてるとか。笠井ゆうみの。そうです。あとはゆうちゃんとか。ゆうちゃん、ゆうちゃん言われます。そう、うん、ゆみちゃん。嬉しいね。ということで、ゆみちゃん、これからよろしくお願いします。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 はい。ゆみちゃん。いい。では、ゆみって呼ぶ。うん、もう一人。はい、わあ。もう一人。呼びたいと思います。めっちゃ可愛い。それでは、どうぞ。歩くの緊張するよね、この長さ。怖いよ。ドキドキしちゃって。怖くてドキドキしちゃって。すごい。おいで。どうぞ。愛知県出身、高校3年生、17歳、八木しおりです。よろしくお願いします。しおり、しおり、しおり、すごい大人っぽい。八木しおりです。八木しおりちゃん、愛知県出身、ね、まだ2回目だ。お願いします。なんか質問ある？みんな、あのじゃ趣味などはありますか？趣味はハロープロジェクトさんの動画を見ることと、好きなんだ。あとはあの劇団四季が好きなので、よく見に行ったりします。
素敵だわ。なんか習い事とかやってた？習い事の他に。あとはバレエとか、あと1年だけなんですけど、ジャズダンスだったりとか、小学校の頃は水泳とか合唱とかもやってました。すごい、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 ね、歌うことが好きな、好きです、はい、すごい、すごい。じゃあ好きな先輩とかいる？岸本ゆめの先輩。よかった、嬉しい、すごい嬉しい、やった。じゃあどういうところが、あの歌が本当に上手くて、なのになんかあのギャグとかがすごい面白くて、ギャップ、ギャップ、ギャップ。ここで終わりではないんですね。え？あらら。だよね。もう一人います。それではどうぞ。そういうことね。あくるよ、あくるよ。めっちゃ顔。どうぞ。どうもこちらへ。長崎県から来ました16歳福田マリンです。よろしくお願いします。はい。長崎県から来た福田マリンちゃん、マリンちゃん、マリンちゃん、かわいい、かわいい、お洋服もマリンだよ。マリンちゃんのじゃあ特技とかある？特技はバレエとバイオリン。上品。なんかさ、すごい、みんなすごい、上品な方が多い。全然上品だよ。好きな曲とかありますか？やっぱりこう課題曲でもあったんですけど、ふわり恋時計が。課題曲だったの？何なの？歌の？すっごい難しいね。何だったんだ。すごい。いいですか？好きな色は何ですか？好きな色は水色と白が好き。おお。ちょっと服ね、水色入ってる。本当だ。ね、かわいい。マリンっぽい。かわいい。かわいい。じゃあ、好きな先輩はいますか？岸本ゆめ。待って、あ、ゆめちゃん、ゆめちゃん、バブルやん。来てるよ、来てるよ。何？大丈夫ですか？これドッキリじゃない？いや、なかなかそんなこと言われないから。実はもう一人います。ええ、人ってこと？すごい、よいしょ。はい、それではどうぞ。じゃあ、よし。なんか見たことヨムちゃんだ、ヨムちゃん、ヨムちゃんだよね。はい、はい、はい、ヨムちゃんだ、ヨムちゃんだ。大阪府出身、中学2年生、13歳のヨフウルノです。よろしくお願いします。はい、ということで、皆さんご存知、ルノちゃん、ハロプロ研修生から昇格しました。おー、あらー、パフォーマンスショーだ。でもさ、知ってはいたけど、やっぱり関わりは少なかったから、ちょっといっぱい聞きたいことは。確かに、ね、初めて話すか。はい、どうぞ。歌は習ってたの？そのハロプロ研修生に入る前にミュージカルをやっていて、そこでちょっと歌を歌ってました。すごい。はい、ハロープロジェクトで好きな曲とかありますか？好きな曲、でもさっきまでずっとその低温やけどを聴いてました。すごきだ。会ったのは今日初めてだよね。ここで初めてだよね。はい、あ、そうなんだ。どう、お互い、研修生の中で一番好きだったので。そこすごい、すごい、ミラクルだ。同期になれて嬉しいです。ありがとうございます。何このでっかい、かわいい、ね、同じメンバーになっちゃって名乗る前に好きですって言ったりますということで、12人でこれから新生椿ファクトリーとして頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで本日ついに新メンバーとご対面したいと思います。あの、私からは、今日の朝からもうそわそわで、しゃっくり止まんなくて、今止まったんですけど、しゃっくり止まんなかった。いや、もうとにかく楽しみで仕方がないです。そうだよね、ちょっとね、私たちだけでもまだまだいっぱい話したいことあるけど、ここにお呼びしたいと思います。それでは新メンバー登場です。どうぞ。じらされるじゃん、この時間。この時間がやばい。わあ！入江梨沙、高校1年生、15歳、千葉県出身です。入江梨沙ちゃんです。よろしくお願いします。オーディションにね、応募してくれて、
無事合格ということで、今どんな気持ちですか？びっくり声小さめのね、声小さめのびっくりだよね。ちなみにだけど、やっぱりね、せっかくオーディション受けてくれたからちょっと聞きたいんだけど、まあ、ハロープロジェクトで憧れの先輩とかちょっと一人気になるな。憧れ一番は今いないんですけど、うん、あの田村めいみさん。おあ、でもなんかちょっと雰囲気わかるね。わかる。じゃあ今いる人だったら行きますね。今いる人だったら佐々木理香子。おリカコちゃん、リカコ人気だな。さすがだね。いやー、そっか、ちょっと私たちもね、もっともっと好いてもらえるようになってこれからですね、頑張ろう。これからね、いろんな舞台とかも立つことになると思うし、イベントとかもいろいろね、一緒にやることになると思うので、末永くよろしくお願いします。お願いします。どうですか、レイレイ。いや、私自身もあの新メンバーを迎える立場になるっていうのが初めてなんですけど、そうだよね。なんかうゆうゆしくて、うん、私 の, あの初期の頃を思い出しました。わ、ちょっとね、私たちもフレッシュな気持ちを取り戻しながら、はい、これから活動していけたらなと思います、はい、ということで、入江梨沙ちゃん、これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、梨沙ちゃん紹介しましたけれども、まだおります。まだおります。そうなんですよ、まだいるんです。それではもう一人呼び込みたいと思います。こちらの方です、どうぞ。ドキドキだね。おいや、ファーストリアクションすごい。いっちゃいましょう。どうぞ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 。いちかちゃん、大阪府出身17歳、有沢いちかです。よろしくお願いします。そうなんです、いちかちゃんもジュースジュースの新メンバーということで、あ、ここもそっか、初対面だもんね。あ、そうですね。距離感、ね、ハロープロジェクトが大好きということで。わ、ちなみに、まあ、大好きなハロープロの中で憧れの先輩とかっているの？皆さん。わいい子、大正解。いい子、大正解。いい子だ。メンバーカラーとかあるじゃないですか。あ、好きな色を2人に聞いてもみようか。あ、そうしましょう。気になる。オレンジです。オレンジ、はいはいはい、はい、いちかちゃんは、ね、私は2色あるんですけど、いいよいいよ。黄色と水色です。おお、今いない？2色ともいない。おお、もしかしたらそういう色がね、今後来るかもわからないですけれども、ちょっと楽しみだね、本当に。ということで、有沢いちかちゃんもこれからよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。という感じになると思うじゃないですか。そうなんですよ。あの、もう一人います。お呼びしたいと思います。それでは呼んじゃいましょう。もう一人の方、どうぞ。どうぞ。いらっしゃいませ。ちょっと待って、こちらにどうぞ。こちらにどうぞ。京都府出身、中学3年生、14歳の江畑咲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、すごく喜んでくれてて、ジュースジュースに入れるなんてって言ってくれててね、なんかライブ映像とかも普段から見てくれてるって言ってたよね。はい、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと一応2人にも聞いてるから、いきなりだけど、はい、まあ、ハロープロジェクトの憧れの先輩をちょっと教えてもらいたいなと思って。ハロープロジェクトの憧れの先輩はたくさんいるんですけど、うん、あのハロプロ研修生に入った時に最初に言ったのはアンジュルムさんの佐々木理香子。人気、理香子人気。すごいな、はい、じゃあもう一個、はい、まあ、2人にも聞いたんだけど、好きな色は？好きな色はオレンジと白が好きです。おー、オレンジと白、みんな明るい色が好きなんだね。そうです、オレンジ人気だしね。そうですね、今3人目すごい。オレンジ3人になるかもしれない。3人になりますね、これは。じゃあこれからこの10人でね、いっぱい活動頑張っていきたいなと思います、はい、最後ちょっとね、ジュースジュースは決まったエンジンがあるんですよ、はい、ライブの前とかに必ずやる、まあ、お決まりのね、セリフみたいなのがあるんですけど、それをやってこの場を締めたいと思います。じゃあ行きます。ともこ、あかり、まなか、れい、るる、ゆめ、りあい、
リサ、イチカ、キサキ、We are ジュースジュース、イエーイ。これからよろしくお願いします。ということで、これからジュースジュースは10人で、つばきファクトリーは12人で活動していくことになりました。ここで新メンバーに期待することをフリップに書いてみました。発表していきたいと思います。せーの、じゃじゃん。つばきファクトリーは表現力です。つばきファクトリーの楽曲って、まあ、いろいろなジャンルの楽曲があると思うんですけれども、その中でも結構切ない系の楽曲が多いかなと思うんですね、はい、確かに。でその新メンバー、中学生や高校生のメンバー、フレッシュのメンバーがこうそういう切ない楽曲を歌ったらどういう風なパフォーマンスになるのかなっていう楽しみさもありつつ、まあ、表現力を磨いていってほしいなと思いも込めて表現力にしました。お、素敵ですね、はい。ジュースジュースはですね、ライブと書かせていただいたんですけれども、うん、本当にライブが大好きなグループっていうことをこれまでずっと言ってきていて、うん、もうその真の部分というか、ライブが大好きという気持ちは本当にどのグループにも負けないぐらい強くあると思うんですよ、うん。今活動している7人ももちろんですし、今入ってきてくれた新メンバー3人もこうライブに対する熱い思いみたいなものは、うん、ぜひ持っていてほしいなと思いますし、まあ、それだけライブを愛するぐらいパフォーマンスに対しても熱量があってほしいなっていう期待を込めて書かせていただきました。一緒に単独ライブできることが本当に今から楽しみだなと思います。ね、うん、早く一緒にライブがしたいですね、はい、はい。新体制となったジュースジュースとつばきファクトリーを引き続きよろしくお願いします。先日発表されましたが、ハロープロジェクトの新グループへの加入メンバーも発表されました。ハロプロ研修生から中山夏目、広本瑠璃、西崎美久、北原桃、以上の4名の加入が決定しました。おめでとうございます。おめでとうございます。どうですか、印象などある子いますか？そうですね、私はハロプロ研修生のハロドリを見ていた時に、はい、本当にみんなすごい成長してるなと思いながら見させていただいてたんですけど、はい、まあ、その中でも北原桃ちゃんが本当に歌もダンスもすごい見るために成長していってすごいなと思いました。わあ、それは本当に期待が膨らむばかりですね、はい。いや、私としては本当にそれぞれのメンバー、うん、出身地とかもなんかいろいろ掘りたいことたくさんあるんですよ。そうですね、バラバラですよね。そうなんです、広本瑠璃ちゃんとかは広島出身ということで、うん、ジュースジュースではダンバラルルちゃんが広島出身なので、うん、ルルの方からなんかこう広本ルリちゃんの話を聞いたりとかっていうことがあったり、うん、あとは中山夏目ちゃんとかもね、うん、こう石川県でこうさつまいもの味がするこうお菓子をくれたりとか、うん、そういう思い出があったりしますね。かわいいですね。そうなんですよ。差し入れをくれました、ありがとうございます、うん、その説は本当にこれからの活動が改めて楽しみだなと思います、うん。そして新たにハロープロジェクトのオーディションの開催も発表され、新グループのメンバーも募集されるということで、今後の動きに注目です。ジュースジュースの金沢智子と椿ファクトリーの山岸理子がお送りしてきたハロステ、お別れの時間となりました。はい、今回はハロープロジェクトジュースジュース椿ファクトリー合同新メンバーオーディション合格者発表スペシャルをお送りしました、はい。いやー、より一層実感が湧いてきましたね。そうですね、やっぱりこのオーディションが開催されるって言った時からもう今まで本当になんかドキドキしているような感覚だったので、はい、もうやっとこうして皆様にお伝えできて、まあ、よかったなと思いますし、やっぱり椿ファクトリー12人になりますので、うん、まあ、今後どういったパフォーマンスをするのか楽しみにしていてくださったら嬉しいなと思います。はい、そしてジュースジュースもこれから10人で活動していくということで、うん、これまでも卒業だったり加入だったりを繰り返して変化してきたグループではあるんですけれども、パワーアップしたジュースジュースをお届けできるようにこれからも引き続き頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、
ぜひチャンネル登録をお願いします。まだまだ気の抜けない時期が続きますが、一緒に乗り越えていきましょう。今回のお相手はジュースジュースの金沢智子と椿ファクトリーの山岸莉子でした。さようなら。